お願いします。そして集客をなんとですね、ソロライブ、今ですね、ソロアイドルとして、ね、活動をして福岡と山口、福岡を中心に活動をしているんですけど、今日でソロアイドル最後となります。だよね。はい、将来のね、夢への一歩になるように、一旦活動舞台からね、姿を消してまた皆さんの元に帰ってくれるようにね、ちょっと修行してきますので、待っててくれると嬉しいです。ありがとうございます。はい、おー、いいね、ありがとうございます。はい、では今日勝利のソロライブ、ソロライブ、うん、ソロライブは最後なんで、よかったら最後まで楽しんでいてくださると嬉しいです。それでは次の曲聴いてください。フィエスタ、フィエスタ。
方もいると思うんで、手拍子を一緒にしてくださったら嬉しいです。それでは聴いてください、プライドブライド。
みんな、どんとクライしないでください。あ、またマイクが。はい。ちょっとね、修行に行ってまいりますので、修行に行くためにちょっと姿は消しますけど、アイドルっていう夢を諦めるわけではないので、皆さん、どんとクライしないで、どんとクライで、お願いします。はい。で、リカさん。ありがとうございます。はい、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんて言えばいいんだろう。改めて感謝を言うのは、多分とても恥ずかしいことなんですけど、ありがとうございました。はい。本当はね、そう、今日は、カルコの前でアリスガーデンさん、みんなと知ってると思うけど、アリスガーデンさんのところでやらせてもらうんだけど、こうやってね、雨で中止かなと思ってたのに、この中、しおりのソロライブ、最後だからって、またこうやってステージを作ってくれて、本当に感謝だし、ありがたいなと思っています。ありがとうございます。はい。はい、では、最後の曲いきます。最後の曲はもう、定番だよねって感じなんで、私の2、3年前のソロライブで、数の中で一応わあ最後がこれで良かったなと思えるような掛け声をください。それでは聴いてください。初恋サイダー。キスをあげるよ、今気づいた想い、どんな言葉でも足りない、
会場で、これが最後になっちゃうんですけれども、はい、いいですか、会場をやらせていただいて、はい、全然 OK です。イエーイ。まだね、1回しかやってなかったのにもうできへんって聞いたから、もう絶対にね、最後はね最後はね、みんなで楽しんで愛しをやれたらなって思います。はい、イエイ。はい、ちょっと1曲だけなんですけど、1曲、その1曲もちょっとあやふやなので、まあ楽しんでくれたらなって思います。優しい目と、お金書きをくださったらなと思います。思います。今日決めたのね。そう、今日決めたの。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではそれでは聞いてください。せーので、一人で生きられそうってそれってね、褒めているの。一人で生きられそうってそれってね、褒めているの。いじめる心なんて誰かどうかを知っていよう。時間ない。